今回ちょっとまた番外編なんですけども、えー、ちょっとトランプについてのですね、えー、説明の方をちょっとさせていただこうかなと思いますあの安いトランプと高いトランプっていうのが結構種類、まあ、よく出回ってまして、えーまあ、ここ最近のねテック使い慣らしてからの、まあ、結果報告ということで、まあ、お伝えしていけるかなと思います やはり基準となるのがバイシクルなんですよね。このバイシクルというデックは非常にこう素晴らしいものがありまして。まあ特に高オツつけがたいと言いますでしょうかね。まあ、種類もたくさん結構豊富にあるので、非常に使い勝手がいいなと個人的には思ってたりします。で、トランプって高ければ高,高くていいっていうわけでも、えー、実際なくてですね。 あの、高すぎるデックが少し、あの、何でしょうかね、えー、質が、えー、割と良くなかったりするんですね。はい。えー、これ手品用のデックなんですけども、これ使い始めて大体2年くらい経つんですが、はい。えー、まあ、さすがに2年経てばね、まあ、滑りはそりゃ悪くなるかなっていう感じではあるんですけども、 えー、意外と使い始めると、まあそうですね、大体2、3週間で持ちが、まあ、少し悪くなったような感覚が個人的には受けました。で、手品へのデックこれ仮のデッ、あのー、いくつか持ってるので、まあそれ、まあ見れば分かるんですけども、うん、まあちょっと800円の割にはちょっと質がね、えー、悪くなるのが少し早すぎたような感じは個人的にはしましたね。 えー、そしてこれ、えー、今ここ最近流行っているストレートプレイングカーズっていうあれなんですけどもこれもここ最近ね、えー、よく私使ってはいるんですけども特に滑りとか汚れというところでもあまり気にならないですね。 ただ、何でしょうかね。この、何でしょう。トランプの感触と言いますでしょうかね。ここが少し、えー、個人的には、えー、うん。まあ、ちょっとあれかなという感じなんですよね。で、まあ、この動画、なん、何のためにあるのかということなんですけど、皆さんこ、こんあの、トランプ選ぶ際の、 まあ、参考にさせていただければな、ということで。で、あの、ちなみになんですけど、サーカスというデックに関してなんですけど、個人的にあれ、まあ、硬いっていうのもありますし、まあ、100円間がものすごいすごいんですけどね。まあ、個人的にはあまり、なんでしょうかね、まあ、常に使うようなデックにはしたくないかなというのが、まあ、正直な感想ですね。 まあ、ただ、あのー、100円なんでね、まあ、破ったりとか、まあ、なんかこう、サインして書くとかには、まあ、躊躇なくやれるというのが、まあ、個人的な感想なのと、まあ、なんかお客さんとね、えー、渡せるものがなかった時に、まあ、そこら辺にね、えー、ダイソーなんかがあれば、まあ、サーカスデックをね、えー、茶色に買ってプレゼントしたりということもね、えー、できるかなといった印象です。そして、個人的に最も優秀なデックだと思ったのが、このインポッシブルデックですね。 えー、このデックなんですけども、今年の1月に購入しているんですね。今年の1月に、えー、購入しているんですけども、まだしなりは全然大丈夫ですね。で、緑とこれ黒がの後でこう発表されたんですけどもね、えー、箱の状態は少し悪くなったんですけど、箱の状態が少し悪くなった割には、えー、意外とこうですね、トランプの質っていうのはまだ全然大丈夫です。 これが200円で売られているデックなんですよね。サーカスより、まあ確かに100円は高いんですけども、質としては、えー、これ200円の出来じゃないなと個人的には思いました。えー、滑りも非常にこう良くてですね、あのー、まあ色も配色もこう非常に良いということで、まあ個人的にはこのね、えー、このポッシブルデック、えー、これインポッシブルカンパニーさんが出してるデックなんですけども、このポッシブルデックっていうのはね、個人的の中では、 えまあ安い、えー、価格のデッグの中ではまあ最,な、えー、最優秀なまあデッグかなと個人的には思いました。で、タリホに関してはちょっと使ったことがないので、まあ、この辺のデビューはできないんですけども、えー、まバイシクルはまあこう映しけがたい、まあ、で B というデッグもありましてあれはちょっと目がチラチラしますね。 でまあ、イカそばができないようにということでカジノ用のデックなんですよね。でその B というカ,のそのカジノ用のデックに近いものとして、えー、クラブカジノというデックがまあ存在します。これまだ持ったことがないので、まあ、これもまあレビューの方は、ね、後ほどするとしまして、えーまあ、ただ、まあ、バイシクルがまあ一番定番の中ではまあいいデックかなとは思います。まあ、コスパ的にもね。 まあ、有料物件といったところかなとは思うんですけども、ただバイシクルよりも、個人的なこのポッシブルデックというのが個人的にはね、一番良さげなデックだとは個人的には思います。まあ、安くても高くてもいいというわけでは、 決しててなくて、うん、どのトランプも非常にこういいものを持っているかなと思うんですけど、もうその間を見比べていくっていうのは、ね、ちょっと難しいところだなと個人的には思いました。ということで、本日は最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。それでは失礼いたします。